今日はありがとうございます。せっかくのお休みなのに随分連れ回してしまいました。そうですね。え、どうしたんですか？わあ、立派な笹ですね。いいですね、描きましょう。みんながたくさんライブできますように。短冊って自分の願い事を書くんですよね。なんだか自分が恥ずかしくなってきてしまいました。あなたはみんなのことを思って書いているのに、私はなんて自分勝手なことを。お見せしますが、笑わないでくださいね。これです。私いつもこう思っているんです。もしみんなもそう思ってくれているのでしたら嬉しいですね。このみんなはミューズのことだけではないのです。あなたとも一緒にいたいんです。あなたも含めてみんなです。